戦争を題材とする。舞台は100年戦争さなかの15世紀、フランス。大貴族の私生児ピエールは、アザンクールの戦いで父と行き別れ、気がつけば悪名高い傭兵部隊に加わっていた。やがて隊長を殺し、傭兵部隊、アンジュの一角銃を率いて、略奪、人身売買と悪事の限りを尽くしていた傭兵、ピエールは、忠国の乙女ラピュセルこと、 ジャンヌ・ダルクとの出会いを通し、人間性を取り戻していく。戦争を通して二人は互いに惹かれ合い、二人の影響を受けた傭兵隊の仲間たちもさらってきた女たちと書体を持つなど、ピエールの周囲は大きく変わっていく。しかし、フランス軍がオルレアンを行位から解放し、ランスでの戴冠式を終えた王大,大使がシャルル7世として即位して、フランスが優勢になったところで、 戦時動員が終わってしまう。ジャンヌが退官式で私の役目は終わったと言いながらも従軍を強要されて追い詰められているのを察しつつ、ピエールはジャンヌに夢中になったが故に部下たちや自分を慕う娘を死なせてしまったことに気がつく。仲間のためにジャンヌと別れて戦線から離脱したピエールは誘拐した娘たちを送り届けた南フランスの田舎町で 部下ともども警備隊を務めるようになる。そうしてのんびりと過ごしていた、ピエールのもとへ、アングル軍に捕らえられたジャンヌ・ダルクを救出する、用国非任務が持ち込まれる。ジャンヌの危機を知ったピエールは単身、彼女が捕らわれている、ブーブルイユ城西に乗り込むが、そこで目にしたのは、善だとされ監視の男たちに殴られているジャンヌの姿だった。ジャンヌはすでに所女を奪われ、男たちに、 毎晩のように臨館されていたのだった。ピエールはジャンヌを救出し、領辱を命じていた司教の愛人を身代わりに処刑させる。アングル軍やジルドレのマシュからの逃避行を続ける中、ピエールとジャンヌは互いの思いを再確認する。しかしピエールは心に深い傷を負ったジャンヌを抱く決心がつかず、やがてジャンヌは女子修道院に入ってしまう。 ジャンヌを失ったピエールは塞ぎ込むが、やがて仲間のトマの勧めで、女子修道院を襲撃して、ジャンヌを取り戻す。そして二人は結婚し、ピエールは地方領主としての地位を手に入れ、ジャンヌはその正体を隠して、貴族夫人として穏やかな生活を送ることとなる。それから数年後、立派な傭兵隊長となった弟分のジャンが、ピエールを訪ねてくる。ピエールは、 ワイダンと戦場での手柄話に興じてはジャンヌに叱られるという妻の尻に叱れた亭主になり果てていた。一方、彼はその生活を手に入れる代わりに暗殺者、傭兵、ピエールとして戦い続けてもいた。どうして英国王子の暗殺を拒否したのか調べに来たジャンに、ピエールは子供を殺すとジャンヌが怒ると釈明する。尊敬するピエールが 歴史の闇に葬られたことを悟って、もう少ししたらまた一緒に戦争へ行こうと叶わぬ夢を語りながら涙するジャンに対し、傭兵ピエールは会心の笑みを浮かべるのだった。ありがとうございます。